放流寺近道文化財防火デーは日本の記念日の一つ。1月26日。文化財を火災、震災その他の災害から守るとともに日本国民の文化財愛護思想の功用を図る目的で1955年に当時の文化財保護委員会と国家消防本部が制定した。1949年1月26日早朝、現存する。 世界最古の木造建造物である法隆寺の混同で火災が発生し、道内の壁画の大半が焼損した。壁画は長年自然災害や陛下にも合わず、アスカ時代の芸術を伝えてきたものだった。その焼損は日本国民に強い衝撃を与えただけでなく、当時のロンドンタイムズの東京支局長、フランク法令ーーも法隆寺は外国人にとっても 非常に興味を持たれている法隆寺が焼けてしまったと聞いたらどんなに悲しむことか、日本人はこうした貴重なものの取り扱いが全く下手でたらめだと語った。そればかりでなく、同年2月には愛媛県の松山城の筒井門島3棟が、6月には北海道の正木城の天守島2棟が消失した。半年の間に3件の国宝が火災にあったのである。 これらの事件によって日本国民の間でも火災などの災害から文化財を保護する必要性について議論が高まり1950年に文化財保護法が制定される一つの契機となった。1955年文化財保護行政が確立するとともに日本国民への普及啓発事業が行われるようになった。その一環として当時の文化財保護委員会と 国家消防本部が文化財を火災、震災その他の災害から守るとともに、日本国民の文化財愛護思想の公用を図るため、1月26日を文化財防火デートを定めた。この日が選ばれたのは、交流時魂道が焼損した日であること、また、冬季が1年のうちで最も火災が発生しやすい時期であることからである。以来、毎年この日を中心に文化庁、 消防庁、教育委員会、文化財所有者等が連携して、日本各地で防火訓練などの文化財防火運動が行われている。また、国庫補助による国宝建造物等への火災放置機やスプリンクラー設備などの設置も進められた。1950年の文化財保護法施行以降に指定された日本の国宝建造物には火災で消失した例はない4月現在。 2004年の第50回文化財防火デーの際には記念事業として文化財防火保護に携わってきた54団体に文化財防火厚労省が贈呈された。東京消防庁文化財保護法公布直後の1950年7月には録音寺金閣が消失している。ただし1950年以降も重要文化財建造物のうちには消失したものがある。 ありがとうございます。